燃料投下です皆様こんにちはナビゲーターのさくらです今日もご視聴いただきありがとうございます本日のテーマはこちらです特事付き問題加藤官房長官が燃料投下韓国で発議された悪法が韓国うちでも大批判もう収拾がつかなくなっているようですね 今回の極実機騒動、韓国ともに民主党のある議員が14日歴史歪曲防止法制定案を発議したことから始まりました。これが可決すると極実機を使用すれば最大10年の懲役刑になるそうです。これには韓国国内からも表現の自由の侵害ともに民主党式の国家保安法国会で歴史を議論しないのが正しい。 北朝鮮を褒めることは OK で日本帝国主義はダメって完全なダブルスタンダードとこれはやりすぎではという声が上がっています。そこに燃料を投下したのが加藤官房長官加藤長官の発言に韓国外交部が激しく反応しもはや収拾がつかない状況に陥っています。 こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点「また韓国」や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね5月8日付け韓国中央日報によると日本政府が太平洋戦争当時に旧日本軍が使用した極日機の掲示は政治的宣伝に該当しないと主張した。 加藤勝信官房長官は18日午前の定例記者会見で韓国の与党議員が旭日機を使用すれば10年以下の懲役または2億ウォン約1万1930万円以下の罰金刑とする法案を代表発議したことに関する質問に対し他の国の国会の動きであるためコメントを控えたいと述べた。 その一方で旭日記についてはその意匠が日の丸と同様に対応しており出産や祝日のお祝いの果てである。 日本国内で現在も広く使われており特定の政治的差別的な主張という指摘は適切ではないとし政府としては韓国を含めた国際社会に向けて曲実旗を掲げることが政治的差別的な主張ではないと今後も説明を続けるつもりだと主張したと報じています。 加藤官房長官の18日の定例会見での発言に対し同日韓国外交部の報道官は「局日月が周辺諸国に過去の軍国主義と帝国主義の象徴として認識されている点は日本が誰よりもよく知っているはず。日本政府は謙虚な態度で歴史を直視する必要があると強く批判しています。 お前が言うなと突っ込むのも面倒くさくなるくらいいつも通りの反応ですねでも今回は通常運転と少し違うところがメディア報道にありました例えば連合ニュースの日本語に翻訳されていない記事には太陽中心に光が四方八方に伸びていく形である朝日模様は日本で古くから使用され今でも使われているのは事実だ 日本の代表的な進歩的な媒体として国内の歴史修正主義を強く批判してきた朝朝日日新聞のの初期の朝日模様だ。そして連合ニュースの記事をそのまま掲載したソウル新聞には朝日新聞の先がドンと掲載されています。 朝日新聞がマライ事故に遭っていることに少し笑えてしまったのですが考えてみれば「連合ニュース」は共同通信と協力協定を結んでおりまた共同通信本社ビルには東京支社も置いていますのでもしかして朝日とも縁がありあえて記事にしているのかもしれませんね。詳しくはありませんが曲実機騒動はさておき歴史歪曲防止法に違和感や不気味さを感じるのは私だけではないと思います。 そこには31独立運動の事実の歪曲日本帝国主義の賛美日これらの行為を禁止する内容が盛り込まれています韓国の野党議員からはこの法律により国民はさらに分裂させられる歴史歪曲は根絶すべきだが歴史を選択的に戦略的に活用してはならないと強い危機感を持った発言をしています確かにこちらの意見の方が腑に落ちますね。 41年前の1980年5月18日から始まった感受事件518民主化運動は前年のパク・チョウヒ大統領の暗殺事件から続く韓国政治の混乱の中で起こった民主化デモです軍事政権は野党指導者を逮捕監禁し政治活動を停止させました戒厳令が敷かれた状態で学生や市民が体制側とぶつかった事件です 最終的には政府によって鎮圧されましたが後に大統領となる野党政治家だったキム・デジュン氏には当時国家保安法違反などを理由に死刑判決が言いい渡されています。41年の歳月を経て共に民主党による国家保安法のような法律が発議されることに韓国毎日経済は社説で自由民主を求めた18精神の侮辱である。 政府の見解と異なる歴史を評価したという理由で、懲役刑になるのは独裁的発想であると、韓国の自由と民主主義の後退に危機感とともに文政権への怒りをぶつけています。このような文政権の動きを見ていると、言論統制された独裁国家共産主義国家になるための下準備をしているように思えるのですが、これは大統領流の南北統一への第一歩なのでしょうか。 話を曲実機に戻しますがアニメ映画滅の派の韓国での累計観客が200万人を突破したようです主人公の耳飾りが曲実機に見えるとクレームが入り韓国の輸入会社が耳飾りのデザインを急遽変更し劇場公開することになりました 観客数が200万人を突破した記事に関しては韓国経済新聞が日本の朝日新聞の記事を引用した形で紹介しているのですがその記事の締めでは日本ののネット民が韓国の不買運動はどうししたとと嘲笑てていいると綴られています確かに日本人としてはクレームをつけた映画にこれだけの観客が入ることに嘲笑するよりもむしろ違和感を感じてしまいます。 きそう騒動は韓国の一部の意見だったのかもしくはお得意のダブルスタンダード的なものなのか本当に理解できないことは多いですね。そんなことよりも放射状のデザインやイラストは人種を超えて共感できるシンボルなので当然世界中にあふれています。 韓国は今後も世界的アイドルジャスティン・ビーバーが着ていたジャケットに抗議する勢いで放射状のデザインのものに手当たり次第噛みつき世界に謝罪しろと言い続けるのでしょうか曲実機に拒否反応を示すのは日本の周辺国だけなので日本はきちんと歴史的経緯を説明し堂々と朝日模様の美しさかっこよさを世界に発信していけばいいだけだと思います。 個人的には祝日に日本の国旗を掲げない家が多くなっていることも心配なのですがメディア等の洗脳に負けず日本人は極日旗を含めた日本の旗にもっと誇りを持つべきだと思います今回の韓国からも多くの声が寄せられています次にその一部をご紹介いたします極日旗が懲役10年なら北朝鮮の国旗は無期懲役 中国の高校生規は差し詰め死刑ということになるのでしょうか。法律は平等でなければなりません。共に民主党の支持者は反日扇動に乗せられる人間しかいなかったことがこの度明らかになりました。共産主義者の集まりと同じ。日本はクアッドの一員ですがうちは共産国のパシリです。歴史を忘れた民族に未来はありません。 本当に未来がないのはこちらです。日本は近い将来はが大韓民国を侵略するつもりです。日本では今小学生から大学生まで竹島は日本のものと教えているようです。日本には今後も注意していきましょう。侵略してくるのは日本じゃないでしょう。普通に考えれば来るなら中国、 しかも中国は現在進行形で侵略しままくってます。サッカーの日韓戦でこの問題はそれ以前は畑の問題なんて一切なかったのに実機は日本の軍艦機です。世界の他の国は何も言っていないのに戦勝国でもなくまたかつては日本の一部だった我が国が大騒ぎするなんて本当に煽動されやすいことを証明してますよね。 ナチスの旗と並べるのは無理があります朝日模様は日本の伝統模様なんですよ北朝鮮から受けた被害の方が何かと大きいでしょその法案を通すなら北朝鮮の国旗も禁止してください放射状のデザインを見てアレルギー反応を起こす人はすでに救済不可能です以上は韓国からのコメントでしたが日本からはどのような声が上がっているのでしょうか 相手にしなければいいだけなのにと思っては見たものの、相手にしないとすぐに募るし、作り話や真実の歪曲を語り出す。お隣が困った連中であることを、日本は世界で同時発信した方がいいと思います。外交的に言えば、沈黙はイエスがグローバルスタンダード皮肉交じりに言い返さなければ、相手の言い分を認めたことになりますよ。相手が言う以上に言えばいいのです。 倍返しいや4倍返してちょうどいいくらいです。日本人は何かというと黙ってしまいます。それでは外交なんてできません。あちらの感覚はどうあれ普通にこの旭日模様は太陽の輝きを感じられて明るい気持ちになれる縁起のいいデザインですよね。こういうニュース見るたびにイラッとするのでもうニュースにもならないよ。 できるだけ早く韓国との関係をすべて断ってほしいです。空港いっぱいに飾ればいいのです。水際対策になりますよ。韓国には強硬姿勢と虫の二面作戦でいいと思います。1938年から1943年の間に80万人以上の朝鮮人志願者が日本軍に入隊しようとしていた事実は教えないのですか。 深国による従属支配から解放したのは日本で難信するロシアから守ったのも日本数百年分の近代化をしたのも日本と比較すると情けなく悔しい思いになるのは理解しますが局実きには八つ当たりしないでくださいお隣では表現の自由の侵害も反日となるとあり 文政権下で可決された大北ビラ散布禁止法は表現の自由の侵害だと米議会から指摘されています感情的に行動するからどこでバランスを取ればいいのかわからなくなっているのではないでしょう海上自衛隊は自衛喚起を掲げて今日も活動していますその活動はコアットの国々だけでなくアジアの海洋国家と共同訓練もしています 以前韓国での観光資金に局実機を掲げて入港することは許さないと言われた際に日本はじゃ行かないと突っぱねました海上自衛隊の旗として定着している局実機にフレームをつけ続ける韓国どちらが国際社会で受け入れられているのか一度冷静に考えてみてはいかがでしょうかアレルギー反応が出てしまうので冷静に考えることなんてやっぱり無理か。 皆様のご意見ご感想をお待ちしています評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります今日も最後までご覧いただきありがとうございました